美しき魔女だ。華麗なる戦い、ベヨネッタ、ベヨネッタ2が任天堂スイッチに。過去の記憶を失った女ベヨネッタ、その正体は時を操る魔女。人ならざる者たちが彼女の前に立ちはだかる。天界から現れる天使、そして魔界に潜む悪魔。均衡の崩れたこの世界で彼女は一人使命を背負い戦い続ける。ベヨネッタの戦闘スタイルは両手両足の武器を駆使したバレットアーツ。基本アクションはパンチとキック、ボタンの組み合わせで多彩なコンボを繰り出すことができる。そして攻撃を紙一重でかわすことで発動するウィッチタイム。時を操って連打をお見舞い。さらに戦いの中で溜まっていく魔力を使った特徴的な技、拷問器具で攻撃するトーチャーアタック。老いたの過ぎた敵はこの通り。ベヨネッタの必殺技大魔獣召喚。ボスなどの大型の敵には魔獣の一撃を。ベヨネッタ2では魔獣を呼び出しながらの強力なコンボ攻撃、アンブランクライマックスが登場。大勢の敵には範囲攻撃を叩き込め、華麗に、時にサディスティックに迫り来る敵をなぎ払え。ベヨネッタが両手両足に装備できる武器は基本となる銃、中距離の敵を切りつける剣、動きは重いが一撃が強力なハンマーなど様々。異なる武器を自分好みに組み合わせ多彩なアクションを繰り出せ。もちろん直感的にプレイできるタッチ操作にも対応。ベヨネッタ2では新たな機能が追加。まず全てのアミーボに対応。プレイに役立つアイテムを入手できたり、特定のアミーボでは特別なコスチュームや武器が手に入ることも。そして他のプレイヤーと共闘できるタッグクライマックスモード。協力して迫り来る敵をなぎ倒せ。ベヨネッタ以外のキャラクターも使用可能。インターネット通信に加え任天堂スイッチ版ではローカル通信にも対応。悪い子たちにはきついお仕置きをしなくちゃね。アーマーバーストー。天界と魔界の全面戦争が始まるぞ。まだ夢の中にでもいるのか。昔どこかで会ったかしら。一体どちらさん。この街にも何かがある。真実に迫る何かがな。私があんたたちを狩る理由話したかしら。その顔がどうしようもなくムカつくからよ。おいで、言うこと聞かないとお仕置きしてあげる。死んだ魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。これからこの世界はどうなっちまうのか。俺はその真実を見届けたい。楽しいダンスパーティーになりそうね。ベヨネッタ、お前が私が初めてこの手にかける魔女になるだろう。任天堂スイッチ、ベヨネッタ、ベヨネッタ2。Let's dance, boys!